皆さんこんにちは、せーの、双子でテンパで左利きアランヒルズでございます。ございま、あ、見たことあるなんだっけ、ドラゴンボールじゃない、ね、なんだ、週1のアランヒルズ動画ということで、はい、今日は、今日もね、歌っていきたいなと思います。はい、曲ね、皆さん届けたいんですけども、8月10日の赤坂ブリッツワンマンに向けて、どんどんと皆さんにこの我々のどんな人間なのか、どんなアーティストなのかっていうのを浸透させていきたいなと思っております。これを見た方、ぜひ、我々のホームページへいらしてください。詳細を見たらそのままチケット予約をしてください。そして購入をしてください。そういう流れでいくと我々に会えますつうか、そんなことしなくても会えるんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そんなわけで今日は、2月13日にリリースになった、我々のシングルの中から、曲聴いてください。リビングルーム。一人きりの夜の果てに叫べばいい、二人きりの愛の形を願えばいい。ここから始めよう、そしたら繋がれるよ、抱きしめ合おう、リビングルームで、今ここにいるのは僕と君だけだから、安心して話して、何があったかどう思ったとか、全てをここでさらけ出して、もっとずっとそばに、もっときっと君に話したいことが本当はもっとあるのにな。一人きりの夜の果てに祈るがいい、だろう、二人きりの愛の形を作ればいい。そこから始めよう、そしたら歌ってくれよ、奏で合おう、涙の訳を聞けずにいたんだ。どうしたの、どうしたの、心で叫ぶばかりで、何やってんだよマジで、いつだってそうだな、何もできないままでここで震えた。どうして、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 香りだけが残ってた。愛の話の続きを書こう、君と僕のメロディーはきっと他にはないだろう。どこにいたって僕の中には君がいるってことなんだ。つまり君の中にも僕を焼き付けて欲しいんだ。もっとずっとそばに、もっときっと君に、言いたいことを素直に言えるように、ここから始めよう、そしたら流れるよ、抱きしめ合おう、Loving you, I'll be safe、yeah, I'll be safe、oh yeah, oh yeah, oh yeah。 いつか
やり直さないか。どうもありがとう。